約5日間にわたる謎のオーディションの審査員として4カ国を渡り、全く音楽知識がない俺はそれなりにビートを刻みながら知ってる感を出して、無事に見抜かれることなく審査を終えた。そしてそこから約8時間かけてゲイ友の待つセルビアへ一旦帰国したのであった。はい、さっきね、ちょうど1時間前ぐらいにオーディションの審査が終わって、セルビアに帰ってきました。8時間ぐらいかかりました。ほんでね、なんとあと3時間後、今時間ぐらい1時なんだけど、3時に起きて、だから2時間後だね。2時間後に今度はトルコに行くことになりました。トルコまで15時間だいたいかかります。今度はね、またイゴールとデイビッドと一緒に行ってきます。おっぱいおっぱいおっぱい、オッケー。はい、トルコに入りました。今ね、トルコはアジアとヨーロッパの境の街。今いる側がヨーロッパで、この橋を渡るとアジアに行きます。アジアに行きます。アジアに、アジアに行きます。アジアに、アジア行きます。バルコラス海峡って言って、ヨーロッパとアジアを分断している海峡になります。ここはトルコのアランヤっていう、アランヤ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 、アブサラー、アブサラーなんとかっていう街でね、今スーパーに来ました。すごい、なんか広場みたいなスーパーなんですけど、でね、アランヤっていう街はトルコの中ではすごい小さい街だけど、リゾート地で、日本でいう神奈川でいう葉山みたいな感じあって、お金持ちの人が結構住んでるみたいな、別荘を持ってるみたいな感じ。そのうちの一つのマンションがこの人たちの、このゲイの友達のマンションです。何これ、クレープ。めっちゃ活気のある市場です。今朝の、朝じゃねえや、11時しかも、そんな朝早くではない。パタータっていうらしい。パタータ、パタータ、パタータ、 it's
しました。マジでしょっぱいポテトみたいな、しょっぱいクレープみたいな感じで、トルコは、トルコトルっていう通貨を使っていて、だいたい1トルコトルあたり8円今は。だから例えばこれ、このトッカプで、このバナナ今8コトルだったから、8トルコトルだったから、日本円で 8×8 たぶん64円ぐらい、さっきの一房で。だまあ安いかな、まああんま、まあ、普通に安い、ちょっと安いぐらい、トルコトルじゃなくてトルコリラでした。今ね、ヨーロッパのコストコ、もうほぼコストコみたいなところにね、なんか来ました。夜ご飯は基本的に毎日デイビッドが作ってくれてます。第二の家紹介します。こんな感じ。Taking a chance on me.
We'll be right back.